こんにちは。今日は、作ってきたものをちょっと少しご紹介したいと思います。まずはじめに、最近iPhone ケースの一部分がちょっと割れてしまいまして、割れてしまったっていうか、割ったんですけども、そのひび割れの補修のためにもちょっと思って、ちょっと自分で補修をしてみました。でせっかくなので、マスキングテープを使ってちょっとリノベーションしてみました。こちらです。こういう風に補修しました。100均のクリアケースのケースだったんですけども、それに細長いタイプのマスキングテープを使いました。こちらのマスキングテープを使って、横にしながら貼り付けてつけていきました。はい、次はマスキングテープを使ってシールを作ってみたいと思います。今回製作する上で使用する材料っていうのはこちらは100均ではないんですけれども、写真シールっていうのが文房具屋さんで売ってると思います。こちらは会社さんは A1東京都品川区の会社さんです。アプリとか作られてらっしゃるみたいですね。こういうところと、写真シールを使って、これとマスキングテープを使ってシールを作ってみたいと思います。この中をちょっと開けてみるんですけども、既にちょっとこちらの説明書きと、で中にはこのこちらと、であとこのシールが入っています。こちらにいろいろ本来の使い方としては、その写真を取り込んで専用のシールやラベルを作ったりすることができるそうなんですけども、私は今回はちょっとマスキングテープがあるので、マスキングテープで楽しくやってみたいと思います。でこちらと、であとすでに作ったものがありまして、こちらでちょっとマスキングテープを何種類か使ってこのシールを作っています。では始めていきます。ここにはすでにありますでしょうか。ちょっと線が入ってるんですけども、裏はこんな感じになってますね。線が入ってるので、この本家のシールを1枚と、でもう1枚使います。これはもう主に素材で作っていくシール専用なので、ちょっとマスキングテープとかいろいろ切り跡とかつくので、これは素材専用の台紙とします。で今回は何を使いましょうか。こちらをちょっと使ってみたいと思います。こちらがどうしましょうかね。この緑のシールを使ってみたいと思います。どうも説明なので、ちょっと簡単にしかちょっと説明できないかと思うんですけども、ちょっと動かしましょうか。
ちらに、テープを貼っていきます。まあ好きな長さでいいと思います。で、こうやって貼ったマスキングテープを裏返して、裏返すと、まあシール貼ったところがちょうどここ、こちらなので、こう、ここのところに好きな形を、モチーフを描きます。例えば月にしてみましょうか。ちょっとうまく月描けなかったんですけど、こちらで、こちらのペイント用のナイフで、カッターナイフで使っていきます。見えますでしょうか。あ、このナイフは大変切りやすいので、まあ、こういう土台があると便利です。もちろん100円均一にも小さいサイズで販売されていると思うので、ぜひ、まあ、こちらを探された時のついでにでも探してみてはいかがでしょうか。はい、できました。で、まあ切り取った感じで、こんな感じになりました。こっちの方が自然でしょうかね。で、これの裏をちょうど両面タイプのシールになっているかと思うので、切り取って、でもこちらでつけていけると思います。こういう風につけてみましょうか。はい、これでシートができました。まあ、簡単に作りやすいので何でも使えると思います。で、早速なので、この使ったシールを使って、例えばこういう写真立てというか、カード立てというか、こういうのがこちらは100均セリアさんで購入しました。これにはこの形のサイズに合った紙を切り取って、こういうふうにちょっと好きな文字で書いていいんですけども、まあ、例えばその結婚式の この受付だったら、まあ受付っていうふうにこう書いてやっていくといいですし、文字だけだったらちょっと不安かなと思われた時には、まあ、このシールとかで使ってみてやってみるといかがでしょうか。はい、こんな感じにできました。ありがとうございます。